ただいまから2020ミス小樽任命式及び新旧ミス小樽交代式を開催させていただきます。それでは2020ミス小樽のお二人と2019ミス小樽のお二人に登壇いただきます。どうぞ皆様拍手で。さて令和元年度、去年ですね、ミス小樽でありました本間則恵さん、それから西田真美さん、本当にご苦労様でした。1年間一生懸命に重責を担ってくれたというふうに思います。牛尾祭りの時はミス小樽、それからクルーズ船が入った時ですとか、あるいは全国で開催される小樽の物産展などにも行っていただいてですね、素晴らしい活躍をしていただきました。新しく今年からミス小樽になられました越智千佳子さん、それから藤井美織さん、このお二人につきましても、先ほど冒頭で申し上げましたように、ちょっと厳しい船出になってしまいました。これから先の不透明感というのは否めませんけれども、まずは健康に留意して、そして、できることから確実に、持ち前の明るさ、そして元気さで活動していただきたいと思います。任命書2020ミス小樽越智千佳子様、あなたは2020ミス小樽の栄冠を見事に獲得されました。小樽市民の代表として小樽潮祭りをはじめ観光キャンペーン等諸行事に参加され、郷土発展のため活動されますことを期待します。ここにその栄誉を称え認定します。令和2年3月27日ミス小樽運営協議会会長西条文之、頑張ってください。ミス小樽から藤井さんへお願いします。お願いいたします。これからミス小樽として1年間小樽の魅力を広く知ってもらえるように頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。1年間という限られている時間の中で、そのありがたみや来てくださる方への感謝の気持ちを込めて、いつも明るく元気に遊園地のキャストさんのように本当に親しみやすく明るく楽しんでもらえるように PR していきたいと思います。1年間よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました2019ミス小樽の本間則恵と申します。北海道の物産展を通して各地の方たちと交流させていただきました。改めて、北海道を外から見て、各地の方がとても北海道が好きで、しかも小樽の産展をとても楽しみにしているというのを、ミス小樽だからこそ改めて感じることができました。これからも元ミス小樽として小樽の魅力をこれからも伝えていきたいと思います。最後になりますが、本当に私たちミス小樽に関わってくれた皆様、そして1年間私のパートナーとして支えてくれた西田さん、本当にありがとうございました。こんにちは、2019年度ミス小樽の西田真美です。私ミス小樽になってから話し方研修やウォーキング研修、メイクアップ研修など、普通では経験できないことをたくさんやらせていただき、自分に自信と自覚を持つことができました。1年間いろいろなたくさんの方々に支えられ、ここまで来ることができ感謝でいっぱいです。この経験を生かして、これからもいろいろなことに挑戦していきたいと思っております。1年間どうもありがとうございました。